おはようございます。今日の話は「ただ相手の話に耳を傾けること」という斎藤隆さん明治大学の教授ですけれども、えー、の話です。で安和子さんが、「聞く力。」という本を出しましまた。その中にですね「人に好かれるためには人の話を面白そうに聞く才能が絶対的なパワーを持っていると」ということが書いてあったそうです。で 面白い話をしてくれる人以上にですね自分の話を面白そうに聞いて笑って聞いてくれる人が人間というのはみんな好きなんだとだから自分が面白くなる必要はないよとまあ、それよりもですね面白そうに聞く才能を伸ばした方がいいんだという話なんですね。で まあ講演会で最初の1、2分でもら、笑あの講演会、よく斎藤隆さんはやるんですけれども、最初の1、2分で笑ってもらえたら、ですね、まあ、それからあとずっとそれが続くんだと、うまく話ができるようになると、まあ、しかしながら反対に、ですね、えー、非常に反応が重い人たちの集まりでは、ですねこちらの話も重くなってしまうと、えー、笑いも全然ない、えー、シーとしてる、そうすると、どん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 重くなっていってしまうと。でまあ、あるパーーティーでですね まあ、カーニー、これはあのカーネギーの人を動かすという、うそ,のそれを読んだ、えー、一つ一つそれに対するあの解説文が書いてあるんですけれども、まあ、カーネギーはですね、有名な植物学者にあったと、まあ、そしてしカーネギーはですね、その植物学者のですね、話がすごい面白かったので、まあ、何時間でも話を聞いていたんだと、まあ、そうしたら、ですね、その終わってから、まあ、パーティーになった時に、えー その植物学者からですねその主催者に対してカーネギーって人はすごい人だとで散々褒めちぎってしまいにはですね世にも珍しい話し上手だと言ったと、まあ、実際、ですね、えー、聞,いてた聞いていただけなのにですね話し上手だとまで言われてしまったと、えー、まあどんな褒め言葉にも惑わされない人間でもですね、えー、自分の話に心を奪われた聞き手には惑わされるというのをカーネギーの言葉です。 でまた商談に秘訣なんてはいらないよとただ相手の話に耳を傾けることが大切だとどんなお政治にもこれほどの効果はないという話もありますで、まあ、これはあの田中真澄先生のおの話なんですけれども「話三部に聞き七部うなずき相づち驚きの表情」これを傾聴の三同作と言いますこの話三部に聞きを七部にしてなおかつこの傾聴の「 どうし動作をやると、ですねこれはもう本当にいい聞き手になるよと、あらゆる人間に役立つ提案を1つ挙げ,げてくれと言われたら、私は真っ先にいい聞き手になることと答えるだろうという話があります。